CTX はホンダ技研工業が製造販売するオートバイのシリーズ商標である。快適技術の体感を開発コンセプトに掲げたクルーザータイプの大型自動二輪車である。2013年に700シリーズを発表発売。翌2014年にフラグシップモデルとして CTX1300 が追加された。なお全モデルとも2016年に生産終了が 公表された。2013年2月8日発表。同年7月11日にカウリングを装着する CTX700 が8月6日にはカウリングなしの CTX700N が発売された。形式名は CTX700 が EBL RC68、RC CTX700N が EBL RC69。RC 69 排気量 669cc の RC68E 型水冷4ストローク270度クランクにバルブサイー C2 気筒エンジンは NC700 シリーズに搭載された RC61 型エンジンと共通の低中速での扱いやすさを施行した基本設計がなされておりスチール製ツインチューブダイヤモンドフレームなども共用する姉妹車であるサスペンションは 前輪がインナーチューブ計 41mm ストローク 120mm の成立式テレスコピック後輪がスイングアームブレーキは前輪後輪ともにディスクブレーキを装着し ABS を標準装備する6速トランスミッションはマニュアルもしくはクラッチ操作が不要なデュアルクラッチトランスミッションのいずれかが選択可能である CTX13002014 年2月14日発表同月21日発売。形式名 EBL SC74。市街機走行での快適性を重視したフラグシップモデルである。排気量 1261cc の SC74E 型水冷4ストローク V 型4、気筒 DOHC エンジンを搭載。フレームはスチール製グレードルフレーム。 サスペンションは前輪がインナーチューブ計 41mm ストローク 120mm の倒立式テレスコピック後輪がスイングアームブレーキは前輪がローター計 310mm ダブル後輪が同じく 316mm シングルのディスクブレーキで3ポットキャリパーの前後連動式コンパインド ABS を装備 またトラクションコントロールを標準搭載する。ありがとうございます。